いい球。おお。Go。Go。おお。18番やってまいりました。はい。ごめんなさい、さっきの16番はすごかったですけど、どうですか16、改めてバーディー。いや、もういいことは忘れましょう、一回ね。いいことは忘れましょう。はい。はい。はい、頑張ります。こちらも名物ホールなんですけど、福留さん見られたこととか、18番、ABC の18番。あります、あそこの池は見たことあります。ああ、はい、はい、はい。印象どうですか？あの木邪魔じゃないのかなっていつも思う。あの木、はい、あのセカンドみんな打ってるあの木の荒だりとか邪魔じゃないのかなっていつも思ってみて、はい、でもあの辺の木近くまで飛ばそうと思ったら秀道さん結構飛ばさなきゃっていう感じです。そうですね、あのフェアウェイ左サイドの、ね、木は340ヤードぐらいありますかね、ここからだとね、うん、340、50あるんで、まあ、左のバンカー越えも約、ね、300ヤードぐらいキャリーが必要なので、右のバンカーも290ぐらいはキャリー必要なので、まあ、かなり基本的に200、70、80のキャリーですと一番狭いところにキャリーさせるので、うん、タイトなフェアウェイだなという印象ですね、うん、ここは、はい、このホールは、まあ、故にしっかり振らなきゃいけないでしょうね、あんまり合わせに行くと曲がると思うので、うん、はい、しっかりといいバランスのフィニッシュをやりたいという感じでしょう、うん、はい、このホール自体 の、 そのホール攻略として気持ちの持ちよう的にはどうですか、はい、そうですね、選手目線で言いますとやはりティーショットしっかり振って、うん、真ん中に行けばもう今の選手もちろんミドルアイアンでもしっかり打っていけるでしょうからね、うん、でやっぱりイーグル狙いのバーディーはしっかり確保したいというホールになると思います。でティーショットしっかり打ったけどもバンカーに入ったりした場合はやはりレイアップして3打目勝負、そこからでもしっかりバーディー狙っていきたいという感じなので、ティーショット次第でしっかりとしたプランを決めていって、まあ、4を取るという方法はしっかりあると思うので、まあ、ティーショットをまずはフェアウェイに置きたいなというところですね、はい、結構じゃあティーショットが大事な部分も、ここはもうまずここはもうティーショットが一番でしょうね、はい、ということで福留さんティーショットから、はい、どのあたり狙っていきましょうか。いやもう朝から行くと多分今までだったらちょっと右側に向かってたんですけど、まあ、その感覚で行くと右に行くで、あの左の今フェアウェイの木、うん、あの辺りにめがけて、はい、ちょっとフェードしてくれたらフェアウェイに行くのかなというイメージだけは持ちます、うんうんうん、いいと思いますね、はいはい、ちょっとねボールに向かっていく感じ、そうですね、その位置で振りたいですね、はい、ドーンってボールの方に向かっていかないように、うん、OK、もう少しボール右から見ましょうかね、ちょっとこういう感じで OK、 ちょっとこういうイメージでいきましょうか、うん、そこから見たまま振っていく感じで、その位置でまっすぐ目に上げてその位置で振っちゃう、ええ球、まっすぐ目に上げてその位置で振っちゃう、ええ球、これヒールに当たったけど、うん、まあ、左のバンカーですけどね、うん、今の構え良かったですね、うん、ただこういうまっすぐのこのイメージがちょっとこう強すぎちゃう感じなので、はい、気持ちこっから見てこの右斜めから見てるまま打つみたいな感じが、はい、よりスムーズなインパクトを生むと思うんで、よし、 ABC を見ながら打つああいいですね、うん、そうですね、もうスピードもそんなにいらないんでね、うん、ちょっと右から見といて右斜め上から見たままさらっといきましょうか、その位置でわすげえその位置でわすげえ、ちょうどバンカーの真上ぐらいですね、あー惜しい、うん、うんうん、どうですか今、あ今ぐらいのショットの方が、うん、いいですね、はい、うんうん、あれが本当に気持ちこうなってくるとやっぱりどっちも行きやすいんで、ね、はいはい、ここから見たまま目線のこの距離感変えないでこうやって打てればよりつかまりが良くなる、はい、はい、わかりました、結構いいと思いますけどね、はい、はい、先ほどティーショット飛距離はかなり出てたと思うんですけど、そうですね、はい、バンカーの位置に福留さんございます、どんな感じで打っていきましょう。いやもう目の前ここもう顎高いんで、まあ、直接狙うってこともできないんで、まあ、ある程度100ヤードぐらい出して
でも十分だっていうことを言われてたんで、まあ、100ヤードぐらい出ればいいかなっていうぐらいで言ってれば、うん、はい、どうですか、ここに入ってしまった場合、はい、もうこの状況ですと、もうちゃんといいところから3段目打ちたいので、まずはこの顎をしっかりクリアしたいので、うん、まあ、クラブ選択ちゃんとロフトを選んで、あの顎をちゃんとしっかりクリアできる番手を選べば、あとはもうそんなに飛ばす必要ないと思うんで、うん、そこにまず徹した方がいいですね、はい、さっき1番でフェアウェイバンカーでも打ってましたけど、もう一回おさらいするとどういうところに気をつけたらいいでしょう。そうですね、まあ、ヘッドの動きをあんまり大きくさせようというよりは、ちゃんとアドレスのポジションをしっかり決めて、そこにしっかりともう体も、まあ、足の裏は使わなくていいんですけど、体をしっかり使ってコンパクトに強く叩きたいところですね、はい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 、ではセカンドショットお願いします、はいはい、クラブは52度で、はいはい、100ヤードぐらい出れば、180から100ぐらい出れば、はい、クラブ52度、はい、52度です。おお、素晴らしい。うん、いいですね。ナイスです。大丈夫ですか。はい、いい感じですよ。感じは良かったですか。いや、感じが良かったというよりも、うん、あの楽です。上げようとかそういうことを一切考えないんで、あのこのまま言われた通り、今この状態でも何も使わずに、本当にこの状態でここにこうやって戻すだけっていう、うん、疲れた、使いましたねぐらいのつもりで打ったんで、ネミスさんに関して今のは、はい、もう言ってる通りですね、うん、ポジションがもう決まってたので、もうあとはただ振るだけだったので、うん、もうあのスタンスでもうちょっと不安定な感じ、しかもちょっとハンドレートのイメージがあったりするとちょっと怖いですけどね、ちゃんとどっしりさせて気持ち右足寄りのボールをちゃんとアドレスして打ってたんで、非常にバランス良かったですね、うん、はい、ボールを上げようとかもしてないですしね、ちゃんとロフトを信じて打ってたんで、うん、今だ多分こうですよね、こうやって見て打ってる。あ、うん、ちょっと刺さりそうで怖いですね、クラブがね、うん、はいはい、でも実際に今の場所でだったら、まあ、セカンドレイアップして、はい、サード勝負っていう感じだと思いますが、はい、実際にもしフェアウェイに置けた場合、はい、これ2オンチャンスですよね、ヒデミさん。そうですね、十分距離的には、まあ、16番でもねしっかり乗せてるぐらいですから、このぐらいの距離十分チャンスですね、はいはい、実際にフェアウェイに置いたと仮定して一回行ってみましょうか、はいはい、まあ、距離的にはね、もう200を切ってるのはこの辺ですからね、まあ、先ほどのバンカーのところもね、真横でこの位置ですから、十分2オンのチャンスある飛距離ですからね、はい、注意すべきところはどういったところでしょう。ここはもうとにかくやっぱり手前が良くないですね、うん、ただ手前が良くないんですけど、あまり大きなクラブを持って緩んだりするのも怖いので、やはりまあ16番でも勉強してきたので、やっぱりしっかりとクラブ選択して、それをしっかりと振ることだけでしょうね、うん、まずそこが一番のポイントだと思いますね、うん、うまく当てようとか池を越えろなんて意識があるとやっぱり余計なので、うん、はい、フィニッシュまでしっかり振りましょうというところだけだと思います。番手は福留さん何番で。え、まあ、先ほどと一緒で、まあ、5番で、はい、はいはい、もらいます、はい、そうそう、そういう向きですね。うん、あとも何もしなくて大丈夫、そのまま行きましょう。球、うん、気持ち左でしたかね、はい、はい、よし、もう一個、はい、今の感じで、よし、もう一回、はい、力抜いていきましょう、後ろからちゃんと見て、だいぶいいですよ、だいぶいいですけど、てるとよし、だん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 こうボールに向かってってるんで、はい、はい、ちょっと右から見るのも入れましょうかね、手のポジションと、ね、手のポジションと右から見る、はい、はい、で右斜め上から見たまま触れたら最高ですね。行くぞって別にいらないですからね。もうちょい左向きましょうか。気持ち OK。うん、違和感あるでしょうけどいい感じですよ。はい。はい。で右斜め上から見たままさらっと行きましょうか。いやーその音。今の音なんですよ、ね。その音ですね。その音。ちょっとね右向きがちょっと大きくなってきたんであれですけど。今の音、はい、欲しいな。今の音だ。そうです。だいぶなんかマジでってぐらいこう意識してる感じでしたね、はいはい、今のはね、はい、ぐらいでちょうどインパクトバチッと当たりますね。
ような気持ちで、はい、そうですそうです、うん、ちょっと違和感あるでしょうけど行ってみましょう。大丈夫です。さらっと右から見たままさらっていきましょう。見たままさらっていきましょう。おお。右から見たまま残っちゃったかな、ちょっと。クリー言ってますかね、今ので。音はしますね。よし。いい感じです。今の音は大丈夫です？いいです、いいですよ。ちょっとなんか、よし。いいですね。で、気持ちよくフィニッシュ、いい感じのフィニッシュ取りましょうか。いい感じ。うん。いいんじゃないですかね。うんうんうん。あのポイントがちょっとこう落ち着いてくるとね、多分打点は良くなってくると思うんですけど、気持ちまたこう入ってきて、ちょっと慣れてくると少しこれが浅くなってくる。そうですね、浅くなって、この浅くなったものが自分を今度左に残しちゃうんですよね、こうやって。あ、はい、それが気持ちこうやっていうところから遠目からボールを見れればいいんですけどね。そう、そっからグッと体を回して、グッと回してトップで、ちょっと遠いところがこうやって見えればいいんですよね、ボールが、はいはい、こうやってハンドレートで上がってくるとここで見えちゃうんですよね、ちょっと真上で、真上でこっからドーンと左に行っちゃうんで、ちょっとあの左行ったり右行ったりしやすいので、はい、そのポジション決めてそのまんま右横にずれるみたいな、そうですそうですそうです、そこです、うん、そしたらスペースができてくるんで、はい、そのポイントがね、だんだん慣れてくると良くなると思います、はいはい、もどっちに落ちてもマネジメント的にいけば普通にバーディーは狙えるホールってことですね。そうですね、十分狙えると思いますよ、この飛距離があれば、はい、ありがとうございます。じゃあサード地点、はい、はい、バンカーからサードショット、はい、このいいレイアップでしたね、うん、セカンドショットですね、はい、この地点どうでしょう、ここからの狙い目、このあたりどこを気をつけるっていうのは秀美さん的にいかがですか。これね、今日のピンの位置があのちょうどあの段上がったところにあるので、うん、ギリギリだとね戻ってきてしまうということもあるので、まあできればねピンの根元までねしっかりキャリーさせたいというところですね。あとライ的に気持ち左へ下がりなので、まあ、その左へ下がりの傾斜を少し利用してちょっとロフト立てていくような感じで距離を少し出していくっていうのもちょっといいのかなと思いますけど、はい、まあ、だから寄せに行くというよりもしっかりと距離をしっかりと、はいはい、出していきたいってところでしょうね、はいはい、普通普段であれば52を使ってるんですけど、先ほどちょっとお勉強させてもらったんで58で行ってみようかなと、はいはい、まあ、ちょっとねギリギリの距離かもしれませんけど、ちょっとそういうインパクトロフトをちょっと立てていくようなイメージをね、うん、はい、やっていきましょう。はい、はい、いいですよ。弾道ゴー、止まれ、スピン、止まれ、ナイス、上の段に届くんですよこれが。もともと何ヤードぐらいでしたっけこれ、聞きます、はい、もともと80ヤードから90ヤード、はい、今狙ってたんがだいたい108ぐらいです、そうですねキャリー的に110ぐらい出てますね今のね、はい、結構やっぱハンドファーストで立ててるイメージは出されました。いや、あの、なんでもうあともう構えたんで、はい、もうそこにあとこの状態に戻してくるっていうことだけを考えて、うん、あとで体を回すっていうことだけ、うん、フィーリングと弾道どうですか。いや、あの打感も変なところにこう先っちょに当たってるとかそういうのもなくって、うん、で思ってるよりもやっぱりもう少し低く自分でもと思う、こういう打ち方したら、うん、低いんだろうなと思うんですけど、うん、しっかりと高さも出ますし、うん、そういった意味では抜けた高さじゃないですもんね、はい、ちゃんとしたロフト通りっていう感じ、だからこうって打ってそれからこうしてみても、うん、バーンってボールを追えるっていう素晴らしい
ボールになってたんで、うん、いい乗り方ですね。はい、はい、あのパター怖いけどパターも大丈夫です、はい、では行きましょう。ナイスショットです、はいはい、素晴らしい。素晴らしい。サードショット、セカンド、サードと本当にいい位置に置いてという感じですね、うん、そうですね。ティーショットバンカーのね、顎の近くからいい感じで2打目3打目来ましたね、うん、はい。まあ、ティーショットバンカーでもバーディーチャンスに置けるというか、そういうことですね、はい、はい。このライン、久留米さんどう打っていきましょうかっていうのを含めて。いや、まあ、あのやっぱ下りの、まあ、ちょっとどちらかというとさっき朝っていうか、ね、一番で練習したような、うんうんうん、という感じなので、まあ、それでもやっぱりしっかりと狙う場所を決めて、うん、でそこの場所までしっかりと打てるようにっていう、もうそこだけ考えて、うん、OK、はいはい、じゃあおさらいという感じで、はい、いきましょう。行ってみましょう。うん、うん、うん、緩んだな。どうですか、でも思ったよりあれですか、いかなかった感じですか、はい、ちょっと打てなかった感じ。いや、思ったよりいかなかったです、うん、僕の中では、うん、という感じでしょうね。スピード感がちょっとね、思ったよりそんなには下ってなかったのかなぐらいですかね、はい、はい、こうなんかやっぱりこう、こっちから見てやっぱりこうピンの向こう側が下ってるので、うん、そうなんですよね。そういうすごいイメージが出ますね、はい、そういう意味での視覚的なタフさはあったので、これちょっとしっかりいきましょう。はい、はい、感じですかね、さっきと。というかその目標物とか決めて、そうですよね、うん、距離は変わってもやることは一緒でね、いいと思いますね。まあ若干距離が近い分ポイントも少し近くにね、イメージして。まっすぐだったですかね、ライン的にね、うん、うん、まっすぐだった。まっすぐですね。そうですね、はい、僕の狙った場所が悪いですうん、OK。 まあ今のパッティングね、ちょっと下りが思ったより下りじゃないとかそういうのもあると思うんですけど、気持ちテンポ上げましょうか、はい、ここまでのルーティンが良くても最後はちょっと3秒以上こう止まってる感じなので、こう体の中でのこうリズムがちょっと崩れそうなので、ちょっともう一回この辺ぐらいからやって、ある程度ポイントが決まったらそこにパッと打ち出す、そこまでのルーティン、ちょっとスピードアップというよりはちょっとテンポよくいきましょうか。構えるまでは全然イメージ通り作っていいんですけどね、イメージ作ってポイント決めたらそこにセットアップして、よし、ポイントに打ち抜きましょう。こういうリズム感だったらね、非常に良くなると思うんですよね。うん、うん、なのでやってることはそんなに悪くないんですけど、最後の最後でじーっとこう、はい、動けなくなってしまって、作ってきたリズムがちょっと出なくなった感じがあったので、はい、それだけかなと思いますけど、はい、はい、分かりました。今のは非常にいいです。はい、はい、18番実際に福田さん回ってみてどうでしたか。いや、あのやっぱり、まあ、ティーショットの落ちどころもやっぱ狭いですし、僕らの飛距離からするとちょうど狭くなるところ、まあ、ミスティーショットがダメでもここまでは計算をしなきゃいけないなっていうのを自分であのティーグラウンドに立った時に思えたら、まあ、またちょっと違うのかなっていうのはちょっと思いました。マンデーとかだともしかしたら最終ホールになってる可能性が高いとは思うんですけど、ヒミ、はい、さん、そういう時心構え、気持ち的には改めてどういうところ大事にしてて、まあ、とにかくあの基本的なことを守るだけでしょうね。ティーショットもまあ狭いんですけど、バランスよく、まあいいフィニッシュを目指して振ると、まあ、結果次第ではセカンドレイアップなんですけど、今福留さんが打ったようなクラブ選択間違えなければなんてことないレイアップになりますし、サードショットもちゃんとした距離のマネジメントもできて、
で奥にちゃんと乗せることができました。ただパターはミスがちょっとありましたけども、マネジメントとしては非常にいいバーディーチャンス作れたと思うので、まあイーグルチャンスをね作れれば一番最高なんですけど、こういうバーディーチャンスを増やしていくと、まあマンデーはまたその先もこうイーグルのレースできるので、はい、バランスよくここは行きたいですね。ありがとうございます。はい。